ケメンで天才で石油王の跡取り、学園のアイドル、ライドウ君。やあ。どうもかっこいいな。でも私みたいな普通の子には雲の上の存在、話しかけてなんてくれないよね。ただいま。やあレイナ、おかえり。なんだ、聞いてなかったのかよ。親父の遺言で命の恩人のお前と一緒に住むことになったんだ。お前を嫁に迎えるためにな。嫁だなんて、そんな急に言われても。なんだ、嫌なのか。それならこれからお前を全力で俺の女にしてやるぜ。あ、これやばい、ちょっとやりすぎた。